は、ここからは、中田義弘さんにお入りいただきます。どうぞよろしくお願いします。ますよろしくお願いします。もうね、はい、ゆりこさんの評価は、もうとにかくここへ何人もの、はい、あの、解説者をお越しいただきましたけれども、はい、ジェントルマンナンバーワン。 もう、関本さんにずっとそういうことを常々言ってるんで、はい、なんでそんなこと言うのっていつも関本さんに言われるんですけど、<laughs> はい、いや、中田さん来られるときは、私は関本さんとまた違った表情ですから。<laughs> <laughs> はい、というジェントルマン、中田吉野さんとお伝えをしますけれども、えー、まずもって、オールスターゲームがあって で、で、阪神と巨人の3連戦があってという、ここ数試合だったんですけれどもね。うん、まあ、あの、阪神と巨人も一応振り返らにはいかんなというね。そうですね。先週の今頃こんな気持ちになってるとは正直思わんかったんですけどね。うんうんね どうなんですかねどうなんだろうねはい。ということで、ここを振り返る前に、オールスターゲームですね。まあ今年は、あの、ホームランダービーもちょっとやり方変えたりね。それから、あの、熊本でゲームが行われたりということだったんですけれども、中田義弘さんは、オールスターゲームは一回だけ。はい。ちょっと調べました。1990年に出場されてるんですね。はい。 で、この時代は、オールスター3試合やってたんですよね。3試合でしたね。ですよね。横浜とね。はい。あと、平和台行きましたね。はい。あと一つ、どこだったかちょっと覚えてないんですけどね。ええ。はい。A はい、で、中田さんが投げられたのは。平和台ですね。ーー打たれましたけど。あ思い出としてはいかがですかやっぱりね、あのー、まあすごい、 あの、ま、選手ばっかりじゃないですか。はい。そういう中で、あの、ま、僕より年上の、ま、ピッチャー結構いたんで、ええ、え特にあの、横浜のね、はい。遠藤さんとお話しさせていただきましたね。ああ、横浜対応を吠えるとか、ま、綺麗な投げ方のね。そうですね。エースでいらっしゃいましたけど、お、どんなお話されたんですかあの、ま、調整法ですかね。あ、やっぱそういうことを。ちょっと、どんな感じでやってんですかぐらいね、簡単に。そう。 ええ、遠藤和彦さんはいや、そうしたら、まあ、試合前にちょっと投げないで、その前にちょっとランニングしたいとか、とか、そういうようなちょっとお話をね、させていただきましたけど。ああ、オールスターだからこそできることなんですね。そうですね。はい。<ー><ー>そこで初めて喋ることも、たくさん、そ,ね、そんな選手もいらっしゃるんですよね、はい。まあ、巨人の西本さんなんかもそうでしたね。うん、ああ。はい。 西本さんと遠藤さんだとね、随分タイプ違いますけど、はい、西本さんにはどんなことを聞かれたりしたんですか西本さ普通の会話ですね。細かいことは言わなかったですけど、うんはい、やっぱりこう、ちょっとどんな人かなとかね。<ー>人柄どうなのかなとかね。<ー>だからマウンド上は見てますけど、<ー>どういう人なのかちょっとわかんないじゃないですか。でも普通の会話の中だと、あ結構優しい人やなとかね。 ええ西本さんってうとね、江川卓さんとチーム内ライバルで、まあ本当に闘志満々のピッチャーでいらっしゃったんですけど、喋ってみると、うん、すごい優しい方で。ちょっと違うなとかね。その時はファン投票やったんですか僕はね、たまたまね、野田選ばれてたんですけど、野田ってオリックス行った。で、それは故障して僕がたまたまちょっと活躍してて、それでちょっと代わりに補充選手そうなんですね。そういうケースもあるんですよね。 はい。だからあの、逆に一回ぐらいはね、あの、出てみたいなっていうのあったんで。やっぱり皆さんそう思われてるんですよそうですね。終わった後ほらちょっとお話できんじゃないですか。で、日本シリーズもちょっと先発してるんで、打たれましたけど、い。ろいろ経験した中っていうのはやっぱり財産ですから、あよかったですよね。まあまあまあ、それはちょっとご謙遜でね、いえい当然出て当然という正式があったから出られたんですが。ごめんなさい、私勘違いしてました。1990年は結局2試合だけの、 オールスターだったそうです。そえ、その時代もそうなってたんですじゃあ僕会ってましたね。岩沢と平和大でした。はい。で、えー、ま、その点で言いますとね、今年はメッセンジャー、岩貞そして糸井、糸原と出場しまして、糸原なんかはもう積極的にあの、同じような左バッターの先輩の青木選手なんかにね、ちょっと話聞きに行ったりしたんだなって聞きましたけど、大事なことなんですね。そうですね。やっぱりこう、ま、なんていうんですかね、スイングの仕方でタイミングとかね、はい。いろいろそういうチャンスってなかなかないんでね、はい。 聞いたんじゃないですかね。やっぱり自分が、こう、思う、こういうピッチャーになりたいなとか、はい、このピッチャーが理想だな、なんていう人にやっぱり聞きに行くもんですかまあそうですね。うん、だから僕、遠藤さんなんかはもう特に上から投げる速球派だったんで、はい、もう同じタイプだったんで、うんはい、やっぱりこう、ランニングなんかどのくらいしてんのかなとかね、シーズン中。そういうのはやっぱ聞きたかったですね。はいはい なるほど。はい。ああいう綺麗なフォームで憧れのフォームで投げ続けられる秘密はどんな練習してんのかっていう。うね、まあ多分陸上にも同じな世界はあるんでしょうね。はい聞きますね。どういう練習してるんだろう。うん、それもタイプで。<ー>同じタイプの、同じ走り方の人に聞きますね。うん、あ、そうなんですね。はい、あ、やっぱ練習の仕方が気になるんですね。そうですね。ああ、なるほど。それやっぱりちょっと我々ファンとは違いますね。そのフォームどういうことなんですかとかじゃないんですね。えー、<laughs> どういう練習なんですかっていう。<laughs> はい、ああ、じゃあ、 わかんないですよ。あの、糸原選手と青木選手の会話は本人たちにしかわかんないですけど、うん。いや、もしかしたら好きなタイムは何とか、かもしれないですよ、<laughs> 案外。案外はい。そういうケースもあるけれども。あると思います。ということでね。<laughs> まあ、オールスターゲームが終わって。<laughs> えー、で、中田さん。はい。まあ、ここ、やっぱり、あの、通らなければいけないわけですよ。通りますはい。えー、阪神タイガースは後半戦スタートをしました。ジャイアンツを甲子期以上に迎えての、えー、3連戦。はい。いうことだったんですが、はい どういうことなんでしょうなんということでしょうという。<え>なんかもうビフォーアフターな感じでですね。まああのー、そうですね。オールスター前、ちょっと豪雨でね、広島3連戦ちょっと中止になりましたよね。はい。で、日にちょっと相手の、まあ、巨人戦ですけど。はい。まあ、それはね、言い訳できないんでね。はい、ええ。でもあのー、初戦やっぱ、内海ですよね。うん序盤にチャンス何回もあったんで、はい。そこの一本が出なかったんでね。はい。ちょっとこう、なんだろうな、メッセンジャージがちょっと2点取られたりとか。はい。 ま、6回で2点なんですけど、で、負けましたけど、はい、なんか重たいやっぱゲームでしたね。ねだから、あの、3連戦、点数をね、もう一度おさらいしておきますと、はい、初戦、月曜日が3対4。2戦目、2対4。うん、3戦目、昨日ですね、3対5。はい、全部先に点取られて、うん、追っかけていくんだけど、うん、追いつけませんでした。はい、中田さんがおっしゃる、 ちょっと重たいという試合ばっかりでしたですね。すね打線考えたらちょっと選手権取らないとちょっときついですね。あの、まあ、今年前半もそうですよね。うん、そういうやっぱり打線の爆発がちょっと期待できなかったんで。はい。そういう意味でちょっと選手権取らないときついですねうん。そういう時のピッチャーは。はい。どんな気持ちで。はい。ま、打線がね。はい。西武ライオンズや広島カープとはちょっと違うわけですからね。 そういう時のピッチャーのストルゴ先発の気持ちってはどうなんですかもうね、あのー、やっぱり、なんだろうな、大胆にいけなくなりますね。なんとなく。は<ー>もう、今ある程度2、3で取られても、ね、踏ん張ってけばっていうのはないですよね。<ー>やっぱ1点も上げられないんで、やっぱ四隅狙いますよね、コース。はいはい、で、そこでボールカウント悪くして打たれるとかね。だからあの、フォアボールをきっかけに点入るの多いじゃないですか。 初戦のメッセンジャーがね、はい、まさにそんな感じでしたよね。随分、ね、球数丁寧に丁寧に投げてっていう感じが、はい、あのメッセンジャーでもやっぱり、慎重になりすぎてね。そういうことになるんですね。だから85年さっきね、あの、僕ら先発してて、例えば初回に3、4点取られるでしょ。はい、そうしたらみんなわーって野手が集まってきて、例えば掛けさんなんかが、お前我慢しとけ、もうすぐ逆転してあげるから、つって、そうしたらね、ババーンと打ってくるんですよ。 そうしたらね、投げてる方は、はい、そのもう、例えば、失った点数はしょうがないじゃないですか。はい、よし、その後切り替えて頑張ろうってなってくるんですよ。うん、だから、すごい楽でしたよね。試合中に、1985年、はい、えー、ゆるゆくさん生まれる3年前ですけど、はい、夢のようなチームだったわけですよ。はい、ね。まゆみひろた、うん、バース、かけふ田なんていう、素晴らしいバッター陣で、はい、もう、 すぐに点取るんですよ。ね。はい、だそんな話してくれるんですよ、マウンドで。へぇ、えー。おーいやもう、ちょっと我慢しろよ、ここで。もう我慢しとすぐ逆でしょ。そんなんですよ。ピッチャーが打たれるとよくね、コーチが来て、ナイらし集まって、はい、なんときそういうときに、かけすさんが、例の話ばり方で。チュンタさん <laughs> 我慢しとけよ、ここでとかね。言ってくれるのよ。<laughs> そうすると、なんか、よし、じゃあこの後も頑張ろうってなるんですよ。 今そういう選手はいないんですかだからね、そんだけほら、打てる自信ないじゃないですか、<ー>みんな。それ言える野手ってすごいと思いません <laughs> すごいですね。はい、お前私たちで言うと、もう40番、50番でタスキ持ってきていいよみたいな。<laughs> あい、ね、あとひっくり返すから、みたいな感じですよね。そう。で、そう言われると、前のタスキ持ってる人はゆとりができるから、ね、結構いい感じに持ってくるんですよね。うんうん、そ,うそうです、本当そうなんです。ああ。あ、そうか。駅伝のそのタスキ渡しの心に、ちょっと近いですね。はいうん、そうですよね。うん、ああじゃあ今はもう <laughs>、みんながもう必死のパッチで繋がないと <laughs>、うん、と思って。 だからだから集まった時みんな、よし、ちょ、もう頑張っとけよ、頑張っとけよ、こんぐらいじゃないですか。<laughs> もうとにかく、ちょっと頑張っとけよ、とかね。<ー>はあ、どうやったら打破できるんですかね。まあもちろんね、うん、まあ、まあどんなチームもそうでしょうけどね、うん、どうしたら打てるとか。 どうしたら勝てるってね、分かってたらみんな勝っちゃうんで、ただ一つ言えのはもう野球の難しさのその、紙比というのは一球ですよね。はい。ここでタイムに出るか出ないかで、じゃないですかね。だから、例えば打てるバッターはやっぱ一流なんですよね。うん。打てないバッターはやっぱ安月球の選手なんですよね。その辺の差ですよね、はっきり言ってね。分かりやすいですね、今。気持ちいい。に。技量としては、実は、その、超、 もう、何億ももらってる選手と、安月球の選手も、ひょっとしたらそんなに差はないかもしれないわけですね。うんうん。うん、だそこで一本出るか出ないかが問題なんですよね。ああ<ー>。うん。1>, 1億か安月球そうそうそう。1億か何百万かの選手ですね。ああ、なるほどね。ね <laughs> だからここの、この1球で抑えるか打たれるかせ、ピッチャーもそうですよね。<laughs> はい。はい。ああ、なるほどな。うん、はい。ということでですね、まあその3連戦だから結局、まあ、橋の選手が今安月球とは言いませんけど、うんはい、この1球とか、 この一本が結局出ない、うん、出るっていうところで、際どいところで全部負けてきたという3連戦だったんですけれどもね。ねはい。とは言うもののですね、えー、現状まだ後半戦はスタートしたばかりでして、うん、まあ、阪神も4位ではありますけれども、ちょっと巨人があの、あの、ね、団子からちょっと抜けてる感じがね、出始、ね、めては来たんですけれども、えー、まだまだ、あ2位の巨人とは4ゲーム差か。あ、それでもそうか。これだけもやっだから4ゲーム差になるんですね。えー、DNA とは0.5ゲーム差で、さあ、いよいよ。 え、次のカードに入っていこうということなんですが、はい、ちょっとこう、時系列戻しますけれども、うん、先週あの、関本健太郎さんに前半戦どう振り返りますかなんてお話ししていただいたんですけども、はいうん、中田さんピッチャーでいらっしゃいますんで、はい、まあその中田さんの感覚で、先週は投打に分けて MVP をちょっと関本さんに選んでいただいたんですけど、はい、中田義弘が選ぶ前半戦のよく頑張った MVP。うん、これは誰ですか 野手です。ピッチャーですかどちらでもいいです。もう総合して一人って言われたら。うん、まあ、一人ね。まあ、野手はやっぱ糸原じゃないですかね。あ、糸原。はい。糸原がやっぱりこう、まあ一番に座って、はい。やっぱりこうチーム引っ張ったというね。はい。やっぱ大きいですよね。2割8分6人ホームランは1本なんですけれども、ただ一人全試合に彼出場してまんですね。はい。だから守備もいろんなとこを守ったりね、してますし、はい。やっぱりリードオフマンからしたらね、やっぱ、 結構粘れるんですよね。うん、で、フォアウルも多いんですよ。はい、だからそういう意味じゃ、あの、本当に、あの、ヒットもそうでしょうけど、塁に出るというね、はい、その役割もう果たしてましたね。<ー>うん、ということは、後半のキーポイントになってくる選手でもあるわけですね。はい、そうですね。ああ<ー>。だから、ごさとしたらね、 あの、ちょうど上本をケ案しましたよね。はい、上本と上田が1、2番の時に非常にいい状態です。なんか機動力やっと使えるなと思った時に上本ね、怪我したんで。はい、で、上も、えー、上田もちょっとね、息切れした感じだったんで。はい、これがちょっとやっぱ誤算もありましたよね。ね 7月はこれ、ラジオノートバージョン2回お届けしてるんですけど、ゴールデンウィークにゆりこさんとね、2回放送したんですけど、その時はもう上本上田絶好調みたいな話をしたんですよ。上本さんのカレー、あの、クレープ食べて、これで大丈夫やと思ったら怪我しちゃったので、そうなんですよ。あれは痛かったですね。あ、そうか。だから前半のごさんは、上本の故障ってのは痛かった。痛かったですね。で、そんな中でですね、さあ、後半ここから、 ま返していくためためですね。はい、この人もうちょっと頑張ってくれればという存在はどうでしょう。はい、まあいろいろいますけどね。やっぱドリスが安定しないとダメでしょうね。 ドリス。抑えのドリス。はい。やっぱこう、今まで、まあ抑えがここで例えばひっくり返されると、うん、その一杯がね、やっぱ二杯三杯ぐらいのダメージ大きいんですよ。今までこう、例えば先発ピッチャーの決勝を消しちゃうとかね。いろんな、まあバッターのあれを消しちゃうとか。はい。だからね、抑えがやっぱしっかりしてないと、もっと安定してほしいんですよね。はい。そうすればこう、もうちょっと、え落ち着いて野球できるんじゃないですかね。安定しますかね。あの、な、故障がこう、 なんか大きな故障があるという状況でもないんですよね,、うん、ですね。ちょっとね、なんだろうな。ちょっと弱気が出てんのかな。あ、へえ。見ててそう感じますね。<ー>はい。じゃあそこの部分を、しっかりもう一度立て直して、はい、ね、ということなんですね。はい、はい。で、明日から阪神タイガースは、 DNA との3連戦です。これ、まあ、阪神が今、4位なんですけど、まあ、すぐ上にいるチーム。DNA。あの、昨日の勝ち負けで、順位がひっくり返った3位、4位。3位 DNA、4位阪神なんですけども。さ、これどうでしょうこれは、いいんじゃないですかお、その心はあの、横浜スタジアムで負けてないというね、阪神が。そうだ、知ってますええ、知らなかった。横浜で5試合、阪神やってるんですけど、全部勝ってるんですよ。なぜかね。ね 球場が合ってるのかもわかんないですね。うん、で、やっぱこう、ちょっと狭いんですよね、うん、球場が。だからタイガースの選手でもホームラン打てるというね。そういうやっぱ強みありますよね。うんうん、タイガースの左バッターが、甲子園球場では打てども打てどもホームラン行きませんのでね。うんあ。そこのところのやっぱりさあの、さっきのあの、気持ちのゆとりじゃないですよね。はい、ピッチャーの気持ちのゆとりじゃないですけど、はいうん、そこ大きいんですかね。いや、大きいと思いますね。<ー>選手はわかってるんですかここでは負けたことないっていう。わかってると思いますね、<ー>きっと。 だから、ベイスターズの方が嫌がってると思いますね。うん、でねはい。で、ベイスターズも実は今あんまり調子の良くない。うん。しかも、あれだけ、はい。主軸にいいバッターがいながら、はい。あんまり打ててないんですよね。はいはい、そうですね。はい。だから、ロペスも今ね、故障で今いませんし、うん。うん、やっぱ怖いのはね、外と、やっぱ筒子、宮崎、この辺でしょうね。うん。筒子いいですよね。 いいバッタやな中田義弘さんの横浜高校の後輩ですよ。うん、後輩が偉大すぎちゃっても、ね <laughs>、松坂にしたっても、ね。<laughs> でもそういうのは会場行くとやっぱり挨拶来るんですか。あ、もう、まあ、まあ、たまたま会った時には、あの一応、昔ね、松坂西分の時に、たまたま会った時に、ちょうど直立してね、はい、挨拶してたんですよね。はい、それを誰か見かけた時に、中田さんってすごいですねって言われましたね。<laughs> <laughs> <laughs> でもそういう上下関係はやっぱり野球はちゃんとあるんですね。あ,ありますね、やっぱりね。陸上もあるでしょ、うん、あります、あります。でも野球が一番しっかりしてそうですもんね。あうんそうか。はい、あれだけもう高校野球で実績を残した松坂大輔、うん、投手でも、はい、それは横浜高校の大先輩ですから。はい、こんにちは、中田さん、ポロに入った松坂です。あの、渡辺監督から聞いてましたとかね。 <ー>そういう話ちょっとしてましたね。<ー>はい、そ彼は、ね、またあの、人しをそういうとこしっかりしてるんですってね、はいあの。やらなきゃいけないけど、割に先輩、イチェースみたいな人もいるけど、<ー>松坂さんはすごく。そうですね、うん。しっかりしてるって。だから、もし、ね、僕が先輩でバッターで、ちゃーっつったらもうぶつけますね、<laughs> <laughs> ということで、まあ、あの、後輩の筒子選手にもね、はい、トータルとしては頑張っていただきたいんですけれども、うん、まあ、阪神戦はちょっとね、お休みし、休みしていただいてですね、うんえー、DNA、阪神3連戦、これもちろん ABC フレッシャーペースボール、えー、お届けをいたします。ちょっとね、開始時間が面白くってですね、うんえー、明日は6時プレイボール、夕方6時プレイボールなんですけれども、先発ピッチも発表になってまして、阪神、秋山、<お> DNA が、 いいですね、このピッチャー、ルーキーサウスポーのあずま。あずまね、このルーキーね、あの、投げっぷりがいいんだ。ね<え>はい、非常に。ルーキーらしいんですか、はい、あのね、ルーキーらしいのと、はい、結構ね、ずぶいんですよ。マウンド上で。あの、だから度胸座ってますよね。あの、普通ルーキーだったらもうキャッチャーしか見えないとかあるじゃないですか、うん あのね、意外と視野広いですね。いろ、うん、んな状況を見ながら投げてる感じしますね。はい。阪神戦も非常にいいピッチングしてきてますんでね。はい、だからなんであんなピッチャー取んなかったんかなと思ったんですよ、はい。<laughs> 阪神は阪神でしたね。そうですね。選手<身>も撮ってます。<身>はい。<laughs> えー、ということで、えー、DNA 阪神、明日は6時プレイボールなんですが、土曜日曜は5時30分プレイボールということでね、はい、ちょっと面白い試合のスタート時間なんですけど、きっちり対応しまして、ABC フレッシャーベースボール皆さんにお伝えをいたしますんで、うんえー、どうぞお楽しみにお気をいただきたいと思います。